民数記第31章主はモーセに告げて仰せられたミディアン人にイスラエル人の仇を報いよその後あなたはあなたの民に加えられるそこでモーセは民に告げていったあなた方のうち男たちは戦のために武装しなさいミディアン人を襲ってミディアン人に主の復讐をするためである。 イスラエルのすべての部族から一部族ごとに千人ずつを戦に送らなければならない。それでイスラエルの分断から部族ごとに千人が割り当てられ、一万二千人が戦のために武装された。モーセは部族ごとに千人ずつを戦に送った。祭司エルアザルの子ピネハスを聖具と吹き鳴らすラッパをその手に持たせて、彼らと共に戦に送った。 彼らは主がモーセンに命じられた通りに、ミディアン人と戦って、その男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちのほかに、ミディアンの王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバノ、5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子、バラムを剣で殺した。イスラエル人はミディアン人の女、子供を虜にし、またその獣や家畜や、 その財産をことごとく奪い取り、彼らの住んでいた町々や陣営を全部火で焼いた。そして人も獣も略奪したものや分取ったものをすべて取り、捕虜や分取ったもの、略奪したものを携えて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原の宿営にいるモーセとサイシエルアザルとイスラエル人の回収のところに来た。モーセとサイシエルアザル、 およびそのすべての回収の上に立つ者たちは、出て行って、宿営の外で彼らを迎えた。モーセは軍勢の指揮官たち、すなわち戦いの任務から帰ってきた、千人の長や、百人の長たちに対して怒った。モーセは彼らに言った。あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。ああ、この女たちは、バラムの事件の折、ペオルの事件に関連して、イスラエル人をそそのかして、 主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の回収の上に下ったのだ。今子供のうち男の子を皆殺せ。男と寝て男を知っている女も皆殺せ。男と寝ることを知らない若い娘たちは皆あなた方のために生かしておけ。あなた方は七日間宿営の外に留まれ。あなた方でもあなた方の捕虜でも人を殺した者、あるいは差し殺された者に触れた者は誰でも。 三日目と七日目に罪の身を清めなければならない。衣服、革製品、ヤギの毛で作ったもの、木製品はすべて清めなければならない。祭司エルアザルは戦いに行った軍人たちに言った。主がモセに命じられた教えの掟は次の通りである。金、銀、青銅、鉄、鈴、鉛、すべて火に耐えるものは火の中を通し、清くしなければならない。 しかし、それは、汚れを清める水で、清められなければならない。火に耐えないものは、皆、水の中を通さなければならない。あなた方は、七日目に、自分の衣服を洗うなら、清くなる。その後、宿営に入ることができる。主は、モーセに次のように言われた。あなたと、祭司エルアザル、及び回収の種族の頭たちは、人と家畜で捕虜として分取った者の,の数を調べ、 その分取ったものを戦に出て取ってきた戦士たちと全回収との間に二分せよ。戦に出たで戦士たちからは、人や牛やロバや羊を、それぞれ五百に対して一つ、主のために蜜ぎとして徴収せよ。彼らが受ける分のうちからこれを取って、主への奉納物として、妻子エルアザルに渡さなければならない。イスラエル人が受ける分のうちから、人や牛やロバや羊、 これらすべての家畜を、それぞれ五十に対して一つ取り出しておき、それらを主の幕屋の任務を果たすレビ人に与えなければならない。そこでモーセと妻子エルアザルは、主がモーセに命じられた通りに行った。従軍した民が奪った戦利品以外の分取り物は、羊六十七万五千頭、牛七万二千頭、ロバ六万一千頭。人間は男と寝ることを知らない女が、 皆で3万2千人であった。この半分が戦に出た人々への分け前で、羊の数は33万7 5五百頭。その羊のうちから主への蜜木は675頭。牛は3万6千頭で、そのうちから主への蜜木は72頭。ロバは3万5百頭で、そのうちから主への蜜木は61頭。人間は1万6千人で、 そのうちから主への蜜ぎは32人であった。モーセは主がモーセに命じられた通りに、その蜜ぎ、すなわち主への奉納物を祭司エルアザルに渡した。モーセが戦に出た者たちに切半して与えた残り、すなわちイスラエル人のものである半分、つまり回収のものである半分は、羊33万7500頭、牛3万6000頭、ロバ3万500頭、 人間は一万六千人であった。モーセはこのイスラエル人のものである半分から、人間も家畜も、それぞれ五十ごとに一つを取り出し、それらを主がモーセに命じられた通りに、主の幕屋の任務を果たすレビビトに与えた。すると軍団の指揮官たち、すなわち千人の長、百人の長たちがモーセのもとに進み出て、モーセに行った。下辺どもは部下の戦士たちの人員転校しました。 私たちのうち一人も欠けておりません。それで私たちは、各々が手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕輪、指輪、耳輪、首飾りなどを、主への捧げ物として持ってきて、主の前での私たち自身の贖がないとしたいのです。モーセとサイ司エルアザルは、彼らから金を受け取った。それはあらゆる種類の細工を施したものであった。千人の蝶や百人の蝶たちが、 主に備えた奉納物の金は全部で1万6750ュケルであった。従軍した人たちは戦利品を命名自分のものとした。モーセと祭司エルアザルは千人の蝶や百人の蝶たちから金を受け取り、それを会見の天幕に持っていき、主の前にイスラエル人のための記念とした。